王朝陽と北式新旧長春から1227年8月22日は、同郷の一派、全身郷の金末から元初の同士。生は丘、意味縄ところき、字は通光。同号は、長春、全身郷における尊称として、長春新人と呼ばれる。道州生かすみ県の出身で、全身郷の階層を腸陽について学び、その工程を指す。 7新人の中でも、筆頭と目された。全身教の歴史において、海藻を徴用の実質的な後継者として、教派を流星に導いたのは、岡長春の功績である。また、1218年夏に、直死の龍中六から、西アジア遠征中のチンギスカンの奨成を受けるや、その恒例を帰り見ることなく弟子たちを引き連れて遠く、再域まで赴いた。 まず1221年4月にいるスキオ役として、モンゴル本土のケルレンカ藩に中営していた、テムゲオッチ銀ンのオルドに至り、艦隊されて、オッチ銀ンからギューバ100頭と、車10台を送られて、チンギス艦の暗宮がある西へ向けて出発した。直死の竜火力に伴われ、モンゴル高原からアルタイ山脈に向かい、さらに8月半ばに、ウリアス体西南のアフカン山で、 陳海の出迎えを受け、9月中旬には、天山山脈六のビシュバリクに至った。9月末から10月初めにかけて、アルマリクからタラス川に至り、12月3日には、サマルカンドに到着し、大使のヤリツ・アミラの艦隊を受けた。当時チンギス艦は、アフガニスタン方面を転戦していたため、リュウナカロクラの震源によって、岡長州日光は春になるまでサマルカンドに、泊まることになった。 翌1222年4月中旬に、チンギスカンから免疫するよう指示が来たため、竜中毒の伴われ、門人5、6人と共に、サマルカンドから南下し、消守でボールチュ率いる、公使1000人の護衛を受けて、5月16日に、チンギスカンのオールドに到着。翌日、1222年5月17日、現在のアフガニスタンのヒンドゥークシュ山脈の北部らしい、 かつ、ハドクという場所で、チンギスンに配慮した。そこで、不老調整の秘訣を問うたチンギスに、衛生の道はあるも、調整の薬はありませんと答え、全身鏡の教えを説いたことでも広く知られている。この時、チンギスが通訳を介して、岡長春について、人々が、トウキツリモウココウと呼んでいるが、自ずから呼ばれるのか人が、そのように称するのかと問われた時、 自称ではなく人がそう呼ぶのみですと答えたという。通訳が再び、昔は、どのように呼ばれていたのかと問うと、王朝用の下で学んだ4人のうち3人が他界して、自分一人残っていること、人々が自分を先生と呼んでいることを答えた。そこで、チンギスがチンカイに、新人を何と呼ぶべきだろうかと問うと、チンカイは、人々は死を尊んで、父、マサと、 新鮮などと呼んでおりますと答えると、チンギスカンは、今後は、新鮮と呼ぶのが良かろうと言ったと、長春新人最有機では伝えている。また、大主のヤリツ赤い、ヤリツ素材らの功績を褒めたたえた。チンギスカンはこの牢に報いて、長春に、モンゴル帝国の占領地における、全神教保護の特許を与えた。丘長春の弟子であった李シネセン、長春新人最有機。 原火瀬計録は、その最域夕方の時の記録であり、一行が旅定で通過した、当時のモンゴル高原及び中央アジアに関する、非常に貴重な情報となっている。なお、著書のタイトルのおかげで、孫悟空の最遊記の作者と広く誤解されていた。長春は、災域から帰国後、遠京にある、超東宮に視して広く大衆の信仰を集め、その地で没死した。 長春新人最勇気によると、チンギスハーンから遠路はるばる来られたからには、チンに役立つ調整の薬を何かお持ちになられたのであろうかと過問された岡長春は、とカッパした。不老不死の薬など迷信に過ぎない、養生の道こそが大切である、という意味である。中国では、その性を岡ではなく、旧生として使用している文献が多い。それは、 新長が儒教の祖、孔子に対して定語を追蔵した際に、引きのための文字として、孔子の意味名の丘を使用禁止として、旧に替えを消したことが要因である。本来の姓は丘である。この場面は井上康史の小説、青木狼にも出ている。この名言は、貝原駅剣の養上君でも引用されている。ありがとうございます。